したものを紹介していきたいと思います。はい、では早速紹介していきます。今回は、秋葉原で買ったっていうわけじゃないんですけど、普通のなんか、サイトみたいなもののところでたくさん購入してきました。かなりね、めちゃめちゃ安くて、もう本当にびっくりするぐらい安い値段でいろんな生写真買えたので、ぜひ見てみてください。はい、ではまず靴関係からなんですけど、まあ一つだけなんですけど、はい、こちらですね、ランゼの、6周年のバスラの時だと思うんですけど、クリアファイルになります。はい、こちらも持ってなかったのとめちゃめちゃ安かったので購入しました。ちょっと拝見しようかな、多分映らないと思うんですけど、はい、ちょっと拝見にします。はい、で写真の購入品なんですけど、はい、こんな感じでたくさん買ってきました。こんなにたくさん買って5000円しなかったですね。めっちゃこのグッズも含めて5000円しないで買いました。はい、結構提供できるものもあったり、乃木坂と日向坂あるので、まあ、早速提供できる日向から紹介します。はい、まずメイメイのキュンジャケシャの座りですね。はい、ちょっとこれなんかあんまり値段を言っていいのかわかんないんですけど、まあ、めっちゃざっと言うと、まあ、100円台で購入できましたね。はい、めっちゃねお買い得でした。はい、で続いてが、はい、なおちゃんの今に見ているの座りですね。はい、これもねちょっとねちゃんと下値段言っていいのかわかんないのであれなんですけど、250円ぐらいで購入できました。めっちゃね可愛いですね。はい、提供できます。はい、で続いてが、ひなののキュン MV 衣装の中ですね。はい、こちらは希望枚数は揃ってるんですけど、ひなののね提供なかったので、これでねちょっと増やそうかなということで買いましたね。こちらもおなおちゃんと同じぐらいの値段だったんですけど、こちらは味噌汁の日なのか、引きが足りないので引きにポーチをお願いします。はい、でここからはもう乃木坂の提供ですね。はい、まずランゼの何かさ11月のウェブの中引きになります。夏イツ衣装3番かな、中引きですね。こちらはいくらだったかな、1枚100円しなかったですね。こちらちょっと後でコンプが出てくるので提供できます。ゆるくよりも希望しています。はい、で続いてが、よいしょ、真夏のセブンスアニバーサリーの水色になります。ありがとうございます。これもね自分用に1枚と提供で多分もう1枚あるんですけど、安かったので購入してしまいました。これも多分100円してないですね。本当に安くて、まあ、セール中だったっていうのもあるんですけど、めっちゃお買い得でしたね。はい、でこちらもね真夏の夜明けまで強がらなくてもいいのタイプ D になります。こちらも所持はしているので提供できます。はい、で続いてが、はい、久保ちゃんのスペシャル衣装10の引きですね。こちらはより中持ってたので購入しました。この久保ちゃんも100円はしてないですね。本当に安かったです。こちらはコンプで提供できます。はい、で続いてがスペシャル衣装10の梅ちゃんのよりですね。もうね、よりもね100円しなかったかなって思います。本当に安かったです。はい、で続いてがなあちゃんの卒業生写真ですね。はい、これもねもう格安すぎたので、これ持ってるんですけど買っちゃいましたね。ぜひ持ってない卒業生写真に書いていただけるとありがたいです。はい、で続いてがみなみちゃんの走れバイシクルの七福神バージョンのよりですね。こちらもめっちゃ可愛いし、これも100円しなかったので買っちゃいました。状態もね結構いいので、ぜひ希望されてください。はい、で続いてがシンクロニシティのももこの引きですね。こちらのももこも、これは100円ちょっとでしたね。こちらは提供できます。はい、で続いてがヒフスアニバーサリーのももこのよりですね。こちらも100円ちょっとでしたね。提供できます。はい、で続いてがヨダちゃんのヒフスアニバーサリーのこれは中ですね。はい、こちらは、はい、売り持ってたのでゆるく引きと、まあ、難しいんですけど座りも希望してます。でこのヨダちゃんはいくらだったかな、ヨダちゃんもこれは250円ぐらいで買いました。はい、こちらはできればセミで引いてほしいなと思います。はい、でここからが提供できないものになります。まず日向坂からですね。はい、まずパリピちゃんの6枚目制服のよりですね。はい、こちらも100円しなかったですね。はい、欅時代も集めることにしたので、1枚しかなかったのでこれで買いました。はい、で続いてがひなののキュン風乳のタイプ B ですね。は
はい、これめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、はい、これでね、希望枚数が揃いました。残りタイプ C が1枚ないので、めちゃめちゃ熱望してます。でこの日なのは、まあ、300円ぐらいでしたね。これが多分一番高かったかな、今日この紹介する中で一番高かったかなと思います。で続いては、はい、先ほどちらっと出たんですけど、11月のウェブの夏追賞3番のコップになります。はい、これもね、めっちゃ安かったですね。コップで300円ぐらいでしたね。はい、こちら持ってなかったので嬉しかったです。はい、で続いてが、はい、真夏の、夏追賞2番ですね。10月のウェブのコンプになります。はい、これもね、買ってなかったので持ってなかったんですけど、これはもう500円しないで真夏のコンプをね、購入できました。もうめちゃめちゃ破格の値段で、もうめっちゃありがたかったですね。はい、ありがとうございます。で続いてが、よいしょ、あやねちゃんのシンガーと封入のコンプになります。こちらはですね、タイプ A だけ持ってたんですけど、他のポーズ持ってなかったのでコンプで買ってしまいましたね。このコンプも300円ぐらいで買えました。はい、この持ってるタイプ A は提供できるので、ぜひ希望されてください。よいしょ。はい、で続いてが、ちょっとね、種類がわからないんですけど、2016年の多分クリラ衣装だと思うんですけど、コンプですね。はい、こちらは、よいしょ、持ってたんですけど、これも安かったのでコンプで買ってしまいましたね。このコンプも300円ぐらいで買いました。よいしょ。はい、で続いてが、はい、こちらもね、なーちゃんの生卒業生写真になります。こちらはですね、よいしょ、この水玉系のものはこのね、2種類を持ってたので、3種類目になりましたね。はい、ありがとうございます。このね、なーちゃんの生写真も確認しなかったので、めちゃめちゃお買い得でしたね。はい、で続いても、なーちゃんの卒業生写真のこの緑背景のものですね。この緑背景のものは1枚も持ってなかったので嬉しかったです。はい、で続いてが、アルバム封入のランジェの中ですね。はい、こちらより持っていたので、セミコンですね。で引きも多分入ってくるかなと思うので、一応コンプ予定ではありますね。これは120円ぐらいでしたね。で続いてが、真夏の全国ツアー宮城 T ですね。2016年かな。これ多分どっかのポーズ持ってたんですけど、持ってくるの忘れちゃったので、多分引きだったと思うので、よりを希望しています。でこのランジはこれも100円ちょっとでしたね。はい、で続いてが、皮膚水やバースデーライブ衣装3番の引きですね。はい、こちらは中を持っていたので、セミコンです。ちょっとね、この引きだけ状態があんまり良くなくて、ちょっとここにね、へこみがあったので、ちょっと残念だったんですけど、まあ、手持ちなので、まあいいかなということで、はい、このまま、ね、持っていたいと思います。はい、こちらより希望してます。はい、でラストが、真夏の全国ツアー2017大阪 T の引きですね。はい、こちらは、はい、これでコンプになりました。はい、めちゃめちゃ嬉しいです。100円ちょっとで買いました。はい、こんな感じになります。そう、めちゃめちゃもう破格のお値段で買えたので、すごく嬉しかったです。ちょっとあんまりお店の名前とか言っていいのかわかんないので、ちょっと動画では言わないんですけど、はい、めちゃめちゃいい買い物ができたなと思います。はい、ではこんな感じで以上でなります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。あざした。